はいどうも、黒三つ葉です。ということで、ちょっと髪がね、今日はいつも以上に跳ねておりますが、こちらの方やっていきたいと思います。これでいっか。元カノは友達だから問題ない実況プレイ続けやっていきたいと思います。前回は確かね、あれだよね。元カノの家に行くとこだよね。ウェイ。元カノ新居に行くとこですね。あ、引っ越しの手伝いだ。そう。引っ越しの手伝いで、ちょっと元カノ新居に行くっていうのがね。はあ、結構片付いたかな。二度き遅かった、すいません。ちょっとわかんない、これわかんない、合ってるかな。一つわかったことがある。元カノのマンションは二人住むには少し狭い間取りだった。むむ、おそらく同棲ではない。つまりこれからもこうやって元カノ、家で元カノと。どうしたの？どうしたの？変な顔して。ん？なんでもない。いやー、俺くんもう本当にね、ダメなやつだね。ダメなやつ。こんなやつになったらダメだよ。こんな男に捕まっちゃダメだよ。ちょっと休憩しよっか。かわいい。元カノちゃんかわいい。いや、これはね、それでどういう意味はないでしょ。座らない、いや、横に座るが一番いいでしょ。それに座りましょう。俺は言われるままに腰を下ろす。ちょっと距離が近すぎてないかい。いや、でっかいソファーじゃないんだし仕方ないよな。少し手を伸ばせば触れてしまえる。てんてんてん。あ、そうだ、コーヒー入れてくるね。元カノは立ち上がるとスタスタとキッチンに向かってしまった。そっと手を握ってムードを作ろうとか1ミリも思ってないから。思ってないから。え？おう、サンキュー。え、マジか。今の、マジ？座らないが正解だった。対する今カノは、コーヒーは出してくれない上に、紅茶で俺を毒殺しようと、企んでるかもしれない。測ってる？企んでるから。そうだよね。元カノがコーヒーを入れてる間に、もう少し片付けをやっておくか。柔らかい触り心地の良いカーペット。寝転んだら気持ちよさそうだな。ふふふ。無限ループ入りましたね。あれ？ちょっと待って。ガチでループじゃねこれ。バグ？え、つん、あ、来た長っ。涼しげなガラスのテーブル、これからの季節にぴったりのチョイスだ。ついさっきの協力が、あ、なるほどね。あの、散策しろってことか。幸せの道、あなたは今から必ず変えられる。病んでますね。私は幸せ。あ、朝昼晩声に出して幸せを叫びましょう。幸せの第二歩。怒り、悲しみ、落ち込み、涙を流し終えた鏡に向かって幸せを叫びましょう。なんだこの子もふざけてるのか。自己啓発系の本っぽいけど、これはまだ持ってってくれたのか。あー、いえ、俺くんとの思い出、それで買ったマグカップだ。俺もキッチンの棚奥に置いてある。俺のことを嫌いだったら捨てるよな。それとも引っ越し先まで持って、それも引っ越し先まで持ってくるか。あれ、元カノと彼氏の思い出らしきものが一つも見当たらない。俺くん、お待たせ。何やってんの？
ああ、サンキュー。もうちょっと片付けようかと思って。いいのいいの。ほら、休憩しよう。なあ、彼氏とはどんな感じだよ。あれ？前も言ったと思うけど。私は幸せだよ。そうか。あのタイムラインの喧嘩は？ちょっと男友達と揉めてたの。でももう大丈夫だから。そうか。ならいいんだけど。まあね。元カノちゃんはなかなか、こっちに本性を見せてくれないね。大丈夫だと本人が言うんだから、これ以上突っかかるのも変だよな。まあ確かに。なんか引っかかるけど、それだけだ。いや、明後日の夜飲みに行こうよ。え、夜にか。おお、私たちの再会と引っ越し祝いは兼ねて。夜に会おうってそれって、いやいやいや、友達同士で飲みに行くんだ。普通のことだ。普通のことですね。じゃじゃ、行く。本当？やった。じゃあまた連絡するね。再会記念と引っ越し祝いなら断っちゃいけないよな。いけないよな。再会祝いと引っ越し祝いだよ。そうだそうだ、引っ越し祝いならプレゼントを送るのは当然のこと。帰りに何か買って帰ろう。元カノへの引っ越し祝いを買って鼻歌交じりで帰宅した。ただいま。ま、誰もいないんだけど。おー、フォフォフォ、おかえりなさい。わあ、なんでいるんだよ。驚かすなって何度も。連絡がなかったもんで足を運んでみましょう。まじかのに今や引っ越しの手伝いに夢中になって、まるでスマホを見ていなかった。わあ、10件来てる。やおっと、これは相当心配をかけたみたいだな。そうそう、引っ越しスタッフしてた。本読んでた。引っ越しスタッフをしてた。スタッフっていうのは正しいのか。本当のことちゃんと伝えよう。はい、俺が引っ越しスタッフだったからだよ。バイトだったんですか？初めて聞きましたけど。だって今日限りの日雇いだからな。ああ疲れた疲れた。それは連絡できなくて当然ですね。お疲れ様です。引っ越しの手伝いは本当だし、疲れたのも本当だし、元カノの引っ越しの手伝いも今日限りだ。嘘は何も言ってない。 90% 真実だ。これは嘘ってか、まあ話を盛り上げるためのね、客色だよ。よしよしよし。いや、よしじゃねえな。俺は元カノエンドが見てんだ。で、ふと。ちょっと元カノエンドだけこれ終わったら回収しようかな。今カノが俺の手の中をチラチラ見ていることに気づく。元カノに渡す予定のプレゼントだ。Presents for you。まあ、私へですか？違う。ああ、違ったさ。でもな、嘘を真実に変えることだってできるんだ。お、お前にだよ。嬉しいです。ありがとうございます。なんだよ、まだ見てないのに。開けてみて。今カノがこくりとうなずくと包装を解いていく。何？何をしてるの？バカ。こいつは、頭いかれてる。俺くんはいかれてる。うん。俺くんは、この場で俺を殺してくれっていうのか。これは、どうだ？嬉しい？はい、とても大事にきますね。お前
前だいぶ前に包丁の切れ味が悪くなったって言ってたじゃん。あ、ならいい、ならそういうことか、そういうことか。今日帰りがけに買い物してふと思い出してさ、渡してから恋人へのプレゼントを選ぶのに少し不自然な品かと思い理由をつけてみたが、嬉しそうな今かのを見ると特にフォローの必要はなかったかもしれない。引っ越し祝いなどでいただいたことがありますが、ですからですね、思わず吹き出してしまった。お友達とまた会ってたのでは、そう思ってたので。友達？俺が会ったのは友達だ。あの友達とは会ってないよ。ちゃっちゃ。そうですか。いずれにせよ少し寂しく思ってましたので、このプレゼントとても嬉しいです。カムイの SS みたいな感じでしょ。それモンスターやってない人分かんないか。クス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 クシャキーンみたいな、シャキーンみたいなでしょ。シャキーン。お、今夜も夢でやってきましたよ、元カノちゃんが。この感じは、あ、またあの元カノに会える。今日もあの変な質問をしてふざけ合って。元カノいるんだろ。ほら帰ろうぜ。ナイフを持った今カノが登場。あ、俺くん。ほらいた。俺の大好きな。ふふ、さあ一緒に。てっ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 て。帰りましょうか。死神、そう呼ぶとは死神、不敵な笑った。元カノは、元カノはどこだ。俺くん、あなたには審判が下されますので。審判何のことだよ。死神め、天国地獄に連れてくつもりか。まだ死んでない。ふふ、遠くない、その遠くない未来においてでしょうか。さあ質問に答えてください。そうしたら教えて差し上げますよ。お前もかよ、早くしてくれ。第4問、恋人がいるのに昔の恋人と二人きりで会うのは問題ないですか。うん、これは難しい質問、そのままやってく俺が回答。どうしようかな。どうだろう、これでもね、難しいよね。二人きりで会うか、もう問題ないと思うんだよね。だってこれ問題ないと思う、正直。え、だってなんか普通に友達として仲良かった子がさ、恋人になることもあるわけじゃないですか。彼女になるわけもあるわけじゃないですか。普通にね、普通にだから問題ないんじゃない。俺ないと思うけどな、これ。だって別に他者入れる必要もないでしょ。まあ時間帯にもよるけどね、昼とかだったらもう全然、はい、うん、全然ありだと思うから俺は問題ないと思います。時間帯と場所にもよるけどね。第5問、恋人がいるのに昔の恋人の家に上がり込むのは問題ないですか。家か、うん、これはちょっと問題ある気がすんな。なんだよ、答えだぞ。元カノはどこだ。そういえば元カノさんは他の方と変えられましたよ。どういうことだよ、おい。おい、俺はまだ聞きたいことが。
いやー、修羅場でしたね。唐突なラップ調、大変失礼いたしました。Day 5。じゃあということで、今日はここら辺で終わりたいと思います。ちょっと始まっちゃいそうなんでね、ここで終わりたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ちょっとだけミスとく、ちょっと一文だけ見よう、一文だけ。明日は元カノと飲みに行くということで、明日は元カノと飲みに行きましょう。じゃあね、バイバイ、お疲れ様。多分タイトルからしてね、やっと今彼のことが聞けるんじゃないかな、ということで、ここで終わりたいと思います。ということで、じゃあね、バイバイ。バイバーイ。